Hello， 大家好，我是日本妈妈小奶坏，他是我的儿子叫秀耶。嗯，なんと私たち台湾に行きます。イエーイ。しかも12日間も行きます。今回台湾のベビー食品を取り扱う老中飯ネイキッドキッチンの。合作影片を撮りに行ってきます。で私たち今、石川県に住んでるんですけど、石川県から台湾に飛ぶんじゃなくて、一回大阪に行ってから大阪から、台北に飛びます。 OK? Yeah. OK。 シャンゴ、おもちゃ片付ける。シャンゴ、こっちのおもちゃ持ってきて。ありがとう。はい。あ、できた。ありがとう。出した。はいはいはい、出かけまーす。要注意なのが冷蔵庫の中身なんですけど、今回ね、旅行に合わせて頑張って消費したんですけど、どうしても消費 しきれなかったものがあるので、袋にまとめて入れて冷凍しておいて帰ってきたら捨てます。よし、じゃじゃん。これはアマゾンで買ったショルダーバッグで、これプラスリュック。めっちゃ重い。あとね、キャリーケースあるんですけど、キャリーケースはもうすでに空港に郵送しました。シャンパー、おいで。じゃ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 、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。シャンパーだいぶ自分で歩くようになったので、ね。行くよ。あ、家中の扉を閉めてから行きます。はい。行ってきます。はい、行きまーす。なんかめっちゃ忘れ物してる気がするね。まあでもなんとかなる。今日はあいにくの雨です。シアカ、金沢駅どうですか？丸。どこに丸あるの？あ、これか。丸あったね。入ってる丸入ってる？この電車は発車するその通り、免停場、禁止場。
出口。待てよ。みんな歩ける？はい。あ、ほら青になった。行くよしよ。ようやく静かなところに出てきて、もうすぐホテルに着きます。しょうこ頑張って歩いてるね。疲れた？ホテル着いたらねんねする？入っていいよ。入って。わあ広いね。広い。嬉しそう。パジャマもあります。さてここは。わあお風呂。しかも大きい。ちゃんと浴槽ついてる。こっちがトイレかな。おお、綺麗。いいね。あなた使わないよ。あなたはおむつよ。そしてここが洗面台。めっちゃ綺麗。綺麗。すん。あ、ちょっと待って。これ子供用のやつがある。すごい。今日パジャマいらなかったじゃん。なにこれ、クマさん、かわいい。クマさんだね。頭だね。頭耳え、クマさんクマさん何テレビ見たいの。なんかね、使い捨てのスリッパをもらってきちゃったんですけど、部屋にすごいおしゃれなスリッパが置いてあって、しかも履き心地最高。なんか駅から地味に遠かったんですけど、久しぶりにめっちゃいいって思えるホテルに出会えました。子連れだった子連れだったらちょっとこの距離は大変かもしれないんですけど、一人だったらもう全然すごいいいと思います。一泊1万5000円ぐらいだったかな。日にもいると思うんですけど、おすすめ。ね、もっと早く来たらよかったね。さっきね、ちょっととんでもないことに気づいたんですけど、私お財布忘れて、なんか持ってると思ってたんですけど、財布忘れたんですよ。で、まあね、現金だけここ入れてて5万円足りるかな。え、絶対足りん。どうしよう。なんかね、キャッシュカード持ってきてると思ってて、そう、お財布持ってきてると思ってて、でお財布の中にキャッシュカード入ってるから、また大阪着いてからお金もうちょっと下ろせばいいやと思ったんですけど、なんと財布を忘れてた。どうしよう。5万円で足れるかな。しかも私クレジットカードがアメックスしかなくって、なんかアメックスって使えるとこと使えないところ結構限られてるじゃないですか。どうしよう。まあいいかまあいいか、はい、もうすぐ11時なんですけど、今からコンビニに行って朝ごはんを買ってきたいと思います。で帰ってきたらお風呂に入って寝ます。洗濯物に行ってきます。ちょっと待って。
QR コードで払えるやん。結局このフロントで両替してもらった1万円は使わずに済みました。 QR で決済できるしめっちゃいいって思ったんですけど、あれね2時間かかるらしいんですよ、洗濯に。あ、洗濯から乾燥まで全部してくれるんですけど、で今もう12時なので2時に。寝ますよ。ひよこー寝る？やだ。谢谢大家观看影片，记得按赞、订阅、分享，还有给我留言。下次见，拜拜！有兴趣的话，看一下别的影片。我要减肥。